とうとう完成した新国立競技場がすごいということで見ていきたいと思います。まずこの新国立競技場なんですが、陸上のねトラックがあって、でオリンピックでもね使われるんですが、このメインのトラックの他にサブのねトラックがないということで、この新国立競技場では陸上の国際大会だったりを開けないらしいですね。まあ、サブのトラックがないと選手だったりがねウォーミングアップだったりができないなどの理由で、サブトラックがね大会を開くには必要だそうで、で東京オリンピックの時はどうやら仮設のねサブトラックを作るので大丈夫ということなんですが、オリンピックが終わったらその仮設のサブトラックも撤去するということで、この新国立競技場では陸上のね大会だったりインターハイもね開けないそうです。いや素晴らしいと思いますね。もうこの新国立競技場で陸上の競技がね見れるのはオリンピックだけかもしれないということで、さらにねオリンピックの価値をね上げてくれてると。新国立競技場で陸上が見たかったらもうオリンピックで見るしかないと、そういうね演出をしてくれているんだと思います。でさらにこの新国立競技場ですね、サッカーができるということで、まあ、それだけでもね素晴らしいんですが、やはりこの陸上トラックがあるということで、観客席からねサッカーのグラウンドまでがちょっとね距離があるということで、サッカーの試合を広い視野でね全体を見渡しながら見ることができるというね利点もあるということです。もう味方のゴールキーパーから敵のゴールキーパーまで全体をね見渡しながらサッカーの試合を見ることができる。でこちらがね大阪にあるサッカーの専用のスタジアム、スイタスタジアムなんですが、こちらとね比較してみても、まあ、やはりスイタスタジアムの方はちょっとねピッチが近すぎる、もう選手のね臨場感だったりが伝わりすぎちゃうということでね、やはりこの新国立競技場はトラックを挟んでいるので、もうやはり広い視野で試合をね見ることができる。もう比較してみればね一目瞭然ですね。ここも新国立競技場のねいいところかなと思います。でさらにこの新国立競技場、風がね吹き抜けていくそうで、その風がまあ涼しくて、おそらく東京オリンピックの時も夏ですが快適にね競技を見られるんじゃないかというね、まあ、設計上の工夫ですね。設計上そういう風が吹き抜ける構造にしたんですかね。で涼しい風がね吹き抜けていくそうです。でさらにこういう風にねファンもつけて、よりね風を起こしやすくなっているそうなんですが、まあ、空調がねないということで、冬はねむちゃくちゃ寒いそうです。冬もやはり構造的にね風が来るので、冬はむちゃくちゃ寒いそうなんですが、まあ、冬はね我慢しましょうと。来年夏の東京オリンピックさえね快適に見ることができれば、もう冬は我慢しましょうと。むしろそういった日本人の忍耐力、そういった性格も考えてのね設計なのかもしれない。日本人は忍耐力がある、だから冬の寒さにも耐え忍ぶことができるでしょと、そういった日本人の性質も考慮してあえてね空調をつけなかったというね、日本人の内面もね考慮した趣あるね作りになっているそうです。さらにですね、この新国立競技場に関わる人たちの対応もね素晴らしいということで、もう一切ね責任を取らないということで、まずこの舛添さんですね、もう今は違うんですが東京都知事だった時ですね、国立ですから国の責任でと言っていたり、こちらは遠藤さんですね、五輪担当省、建設は文部科学大臣が担ってということで、もう自分の責任ではない。でその文部科学大臣の下村さんですねは当時安藤さんが責任者と言っていて、でその安藤さん的にはもうなんかみんな安藤さんが決めたみたいな、でも私総理大臣じゃないですからねと言っていて、で総理大臣の安倍さんは民主党政権時代にザハーンで行くということが決まりましてと、あくまで民主党政権の時に決まったと言っている。でその民主党の幹事長の枝野さんですねはゴーサインしたのは安倍内閣と言っていてですね、もう誰しもがね他の人に責任をなすりつけようとする。で他にもですね、新国立競技場の聖火台をね忘れていたという問題に対して、この文科省の長谷さんですねは責任についてはみんなの責任だというふうに、もうやはりね誰か一人を特定したりはしない、もうみんなの責任だと言っているんですね。もうこれは政治家の皆さんが新国立競技場を通してもう僕たち国民に教訓をね教えてくれているんですね。生き残りたければ責任は取るなと、生き残りたければ責任転嫁しろと、そういうね社会で生き残るためのありがたい教えもこの新国立競技場を通して教わることができる、そういう点でもね素晴らしいんじゃないかなと思います。
で、こんなね、素晴らしいことしかない新国立競技場なんですが、どうやらオリンピックが終わって以降の買い取ってくれる買い手がね、まだついてないそうで、もう今後ね、年間に維持費が24億ね、かかってしまうかもしれないとのことなんですが、もう買うならね、今ですよと。こんな素晴らしい新国立競技場欲しい人、買うならね、今がチャンスですというね、状況になっているそうです。多分みんな知らないんでしょうね。こんないいスタジアム見逃すわけないですもんね。なので、この知る人ぞ知る新国立競技場、みんなに教えちゃうのもどうかなと思ったんですが、もうこの素晴らしいスタジアムをね、手に入れたいという人は検討してみてはいかがでしょうか。はい、もう本当にね、もうこんな素晴らしいスタジアム、とうとうね、完成したかという動画でした。以上です。